はい、えー、皆様、こんばんは。はい、えー。ミントさん、こんばんにゃんこということでございまして。音の方大丈夫ですか音。あああ。音。はい、えー。マイク今調整してるんですけど、もし音またおかしかったら教えていただきたいと、えー、思います。多分大丈夫かなと思うんですが、ちゃんと聞こえてますか はい。ということで、えー、あ、ミントさんどうもありがとうございます。はい。ノリゾウさん、ミントさん、ボギー、中さん、はい。オヤ戦隊、ダジャレンジャーさんからは、ニラチャ、特納タイプ、ユキトさんもお見えでございます。こんばんは、これございます。えー、モハビの運び屋さん、どうもどうも今日もよろしくお願いいたします。はい。えハラホロヒレアさん、ノリゾウさんからは、ニラタバ。<laughs> カルガモさん。 <laughs> HK マークは怪しいマークということでございまして。はい、かなたさんもお見えでございますね。はい、こんばんは。えー、今日はですね、あの、はい、えー、あるね、はい、えー、ファーストフード、M がつくファーストフードで、あの、ちょっとコーヒーを飲みながら、うん、お送りしております。ちょっと時間の経ったらコーヒーで苦いんですけど、電波がちょっとね、弱いもんですから、今日は、 このような、はい、えー、静止画で配信をさせていただいておりますが、えー、しょっぱなから皆さん、この写真でまた、よからぬ、<laughs> <laughs> よからぬ想像をしてるような気がいたしますが、はい、本当にろくなことがございませんね。 はい、それから、ふみふみさん、それから、桜井さんに、ちび犬さん、大田さん、こんばんは、こんこえ、ドラムガンさんと、大田さん、ふみふみさんからは、えー、あったかいニラ茶届いております。ミントさんから、ニラ束でございます。いやー、しかし、あ、森さんどうも、いつもいつも、ニラ束ありがとうございます。でも、本当にこんなのがいるんですよ、道に。ありえないでしょう、これ。これどう見てもね、あのー、ジブリの総兵にしか私見えないんですけどね。 皆さん、ジブリの総兵、ご存知ですかはい。全くこんな感じですよね。私見てから本当にようこんな格好して出られるなぁなんて思っていたんですけど、まあ、まさにジブリに出てくる総兵そのまんまでございまして、まあ、あれを真似をしているのか、それともたまたまこうなっちゃってるのかっていう感じでございますが、 いや、本当に困ったもんでございます。まあ、これがリアルにいるっていうのがすごいなと思うんですけどね。<laughs> はい。サメハダさんどうも、徳のおにらちゃんありがとうございます。ということで、えー、今日はろくでもないスタート画面からお送りしている今夜のボギーチャンネル。今日はね、とても素敵なニュースをお送りしたいと思います。とん。はい、えー。琉球新報さんから。 はい。首相に下流しウェアをプレゼント。玉木知事、国会でもクールビズをということでございまして。いや、本当に、えー、安倍首相と、はい、菅官房長官に、玉木知事。こんなにね、国に対して盾ついてるんですけど、やはり時々このように、はい、小火を売りに行きます。まあ、これが新法さんに載った写真でございまして、実際にはですね、 はい。あの、新聞記事では、こういう感じ。カリで会議涼しく、玉木知事首相らに贈呈っていうことで、非常にいいニュースのように見えますよね。はい。ホルスタインさん、はい。それから、えー、ソリさん、こんばんはんこ。南川内さん、こんばんはんこでございます。ラプテンさん、今夜もよろしくお願いします。これがね、ちょっとね、これだけ見ると、 うん。まあ、いいんじゃないと思ったんですけど、実は実は違うんでございます。実はね、これあの写真の方をちょっと皆さんに、えー、お見せしますけど、これがその時の写真なんですよ。はい。写真なんですよね。で、この写真を見て皆さんにちょっと気づいていただきたいのは、あの一番右端の男性の下の部分に手みたいのが見えますよね。手。はい。 あの一番右足のカリウウェアを持っている男性の、えー、ちょうど腰のあたりに手みたいのが見えるんですけど、さて、これは何だろうかと思ったんですよ。そうしたらね、そうしたら、元の写真これだったんですよね。ドン。<laughs> もう <laughs>、もう <laughs>、いや、普通はね、 普通はですよ。ね。沖縄選出の国会議員も一緒になって映ってるわけなんですから、全員一緒に、ね、なっているところを映すべき、掲載すべきだと思うんですけど、実際にはこうだったんです。一番左端に沖縄1区の、えー、国場幸之助衆議院議員。一番右側には、えー、2区のですね。はい。えー、宮崎。 先生ですね。はい、国会議員。衆議院議員ですね。いやー、しかしこのようにね、両方に自民党の、えー、国会議員がしっかりと写っているのに、これが新聞の手にかかりますと、こうなってしまうという。<laughs> もう <laughs>、これってね、 いくらなんでもこれはないんじゃないですか、皆さん。いや、これ本当にね、ここまでやるかというふうに私思いますよ。あまりにも拘束すぎる。拘束すぎます。はい。まあ、このような感じでね、沖縄の新聞っていうのはもうとにかく自民党を下げ。はい、下げです。もう本当にね、下げることに一生懸命。 少しでも露出を減らそうとね、えー、新聞紙面から、えー、このように二人をね、削除したやつを堂々と乗っけており、えー、このね、新聞記事だけを見た方が見れば、あ、玉城知事と、はい、菅官房長官とミス沖縄だね、と思います。ところがね、事実、はい、事実は、事実はこれだったんですよね。これ 皆さんどう思いますかはいいや私はこれはね新聞としてやっぱりあってはならないことだと思いますよ正直言ってこれやっちゃいけないことでしょうこういうトリミングはねはいこれはあのー、まさにねなんでこれトリミングしたのといや紙面に入らないからでは通らない話だと思うんですよねもうある 特定の意図があってやったとしか思えないというふうに私は思うんですけどまあここのね事実をありのままに報道せずにあの都合の悪いえ自分たちにとってやっぱ映したくない人はこうしてねあの省いてしまうまあこの新聞、まあ、特に最近ねあの取り沙汰されましたフラッシュで大人気になりました屋良智弘さん屋良智弘さんの件については 何一つ沖縄の新聞は触れません。何一つ触れません。普段だったらね、ファクトチェック。はい、ファクトチェックですよ。だってね、あの中国語とハングルの、えー、看板の件だけでもファクトチェックといってわざわざ紙面に載せる人たちが、やらともひろさんの件になると何一つファクトチェックもしない。報道すらしないという。 まさに北朝鮮のようなね、えー、報道完性まあ、沖縄の新聞、本当に愚劣、愚列。やることがひどすぎます。ね。こういった写真をね、新聞紙面に載っけるときには、トリミングをして、さもね、そこに、あの、自民党の先生たちが、映っていない、まあ、いないように、報道するという、このやり方。これもね、あの、将来、やっぱりファクトチェック。 ということでね、きちんと追求すべきだというふうに私は思っていますが、えー、皆さんはいかがお考えですかね。はい。えー、続きまして、えー、これも新聞が大発表しております。名護市辺野古の埋め立て工事、えー、工費が247億円増防衛省契約変更ということで、 あの、工事のね、当初見積もりが1058億円だったのが247億円増大したということでね、立憲の、はい、小西さんというどっかで聞いた名前ですね。小西さん。いや、小西さんですか。はい。私をブロックしてる方じゃないかと思ってしまうんですけど、なぜね、 このように公費がどん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 増えてるか。えー、日本っていうのはね、あの、1億、約1億人。ですから、1人当たりね、247億円余分にかかっているというの大きな話でございます。確か F35 が1機30億円ぐらいじゃなかったですかそれ考えるとね、本当に無駄。無駄ですよ。247億あったらイージス艦作れるんじゃないかと私は思ってるんですけど、 なぜこんなにお金がかかってるのか。いやー、アチビーヌさん、天ぷらの人。<laughs> 天ぷらの人ですね。え、カルガモさんもブロックされてるんですか太田さんは亡命さんですかということでございまして。そうですね。高須先生に訴えられそうになっているというあの方でございますね。私、一度も絡んでないのにブロックされてるんですけど。 はい。247億円。その原因っていうのは私はやっぱりこういったもんだと思いますよ。まあ、こういった人たちが、工事の順調なね、進行をやっぱり妨げてる。はい。車がね、入れない。トラックを入れない。そういったことをして、ね、散々に工事を遅延させているじゃないですか。まあ、中にはね、元、と、えー 日本国首相であったあの方まで一緒に座り込みをしてるんですけど、私こういった写真を見るたんびに、あの、抑止力をね、勉強すればするほど抑止力の意味が分かった。やはり、えー、普天間の代替施設は辺野古にお願いしますと言ったこの人間と一緒に座っている人たち、本当に沖縄の左翼っていうのは、何なんですかあの、 そんなに簡単に忘れちゃうんですかね。いや、本当にひどいもんでございます。まあ、こうしてね、そうですよ、ラプテンさん。そもそも辺野古移設をこじらした眼鏡ということで。いや、これも本当に何を考えてるのか。そもそも沖縄左翼はこの人を追い出すべきなんですよ。お前がね、辺野古に決めたんだろうがって言って、叩き出すはずなのに一緒に座り込んで、ね、暖かく迎えている。 もうね、おかしいとしか思えない。はい。え、こんばんは。ファーウェイで Google 使え、使えなくなるって。<laughs> そうですね。ゆきとさん、その通りでございます。忘れやすい年頃の大きなは最悪ということでございまして。まあ、この中で真正面向いてるね、あの黒い帽子の男性、どう見ても県外の方でございますね。はい。あの、顔見ると、 すぐ分かります。まあこういった人たちが邪魔をしている。まあ時にはこのようにね車椅子でトラックの前に立ちはだかりましてトラックの進行を妨げている。で道路に出てねあのこのように旗まで振る。あのねじいちゃん孫にねあの車が来るから危ないから道路に飛び出しちゃダメですよって教えてないんですかねそれとも 孫にはそのように教えて自分は飛び出してると。で、万が一引かれたら、あの、安倍政権がって言うんですかね。いや、本当にハレンチすぎる。そしてねあの、左奥には座り込んでるのがいますけど、私たちがね、子供の頃は地べたに座り込んじゃいけませんよと教えられました。はい。地べたに座り込んだら、そこには人が唾を吐いてるかもしれないし、鳥がうんこをしてるかもしれない。 犬がしょんべんをしたところかもしれない。だからね、地べたに座っちゃダメですよと教えられたんですけど、いやー、本当に起きさよっていうのは大丈夫なんですかね。まあ、こうやって邪魔をされれば工事が遅延し、工事の費用がかさんでいくということでございます。もう本当にやりたい放題。まあ、このように道を塞いでね、何をやってるんですかね。まあ、ちょうどね、えー 真ん中から右側の、えー、女性はいこの方は反基地運動ばっかりやってて読谷村の村、はい、議会議員選挙で新人ながらトップ当選をしてますからねもう最近はなんか中核派の女性が、ね、当選するようなご時世になってきましてちょっと綺麗で女の子で愛嬌があれば当選するんですか いや、これって有権者の質がどんどん悪くなってるとしか私思えないんですけどね。はい、こんなことをやってね、子供たちも、あの、こういう反基地活動に投入して、手伝わして、今はもう堂々たる村議会議員としてね、あの、税金から、はい、おまんま食ってますからね。本当にひどい事態になったもんでございます。そして、 えー、究極はこういう感じ。もう呆れ果ててものが言えないというか、なんか上からね、網をかぶせて、もうひとまとめにしてね、あの、留置場に連れてった方がいいんじゃないかと思ったりもするんですけど、まあ、こういった人たちのおかげで、えー、工事は父として進まずと。本来であればね、普天間はあの、おととし、 元々のね、計画であれば、普天間基地の移設は一昨年でも完全に終わってるんです。それをね、鳩山さんが最低でも県外と言って、えー、放火をし、えー、その後ですね、えー、油を注いで大炎上させたということでね。まあ、それをね、あの、いい気になって、こういった人たちがどん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 反応していった。あの、まだね、 こういったあの部分が小さいうちに摘み取ればよかったものを国がやっぱりね、油断して放置した結果今のような大きなものになっちゃったということで結局こういった妨害行為をしても全く逮捕されない。ね。全く逮捕されません。逮捕されないどころかね、あの、現場ではこのような暴力行為。はい、暴力行為でございます。警察官の目の前で。 警察官の目の前で集団暴行がこのようにね、行われている。でそれを見て笑う男まで出てきた。で右端にはその暴行を受けている被害者の顔を一生懸命撮影しようとしている女性。この方は名護市議と言われている方ですけど、こんなことまで今起きてるんですよ。はい。こういったことも起きてますし、そこにね、 あの現れていろいろ指示をしていたのがこの方なんて言われておりますけどこれ警察官の目の前ですよ皆さんはいこのね、えー、しかめ面をしている、えー、丸い丸の中の男は山城宏司先日、えー、有罪判決確定しておりますそれから警察官のそばでね男性に襲いかかっている男この場男が稲葉宏志でこの男も有罪判決確定です はい。二人とも執行猶予ついてますけど、このようにね、警察官の目の前で集団暴行をしているのにもかかわらず、この二人、未だに立件されておりません。警察官の目の前ですよ、皆さん。警察官の目の前で、こういう集団暴行に及んでいるのに、立件されておりません。未だにね。ところが、 ところがですよ、皆さん。先日。はい、平和行進。平和行進の、まあ、最終日なんですけど、はい、ここでね、暴行容疑、同行法違反で右翼関係者2人を逮捕。沖縄平和行進を妨害ということでございまして、辺野古の工場を妨害をしても、なかなか逮捕されないのに、平和行進を妨害すると捕まる。前から、 えー、保守系、いわゆる民族派などは、何かことを起こすと、すぐ逮捕されるという話がありましたけど、案の定というか、やられております。はい、平和行進に参加した男性と口論になり、正面から両手で突き飛ばして転倒させたとしてということで、うるま市の、えー、男を暴行容疑で現行犯逮捕、現行犯逮捕だそうです。 はい。なんでこれが逮捕されているのに、あの、サンゴさんがあのように集団暴行を受けてる。それも警察官の目の前で受けてるのに、なんで現行犯逮捕されないんですかこれって皆さんおかしいと思わないですかね。いわゆる保守系、民族派の人たちが何かやると、こうして現行犯逮捕。ところがあっち系の人がね、警察官の目の前で、 警察官の目の前ですよ、皆さん。さっきの写真ちょっとお見せしますけど、これ真ん中にいるのは警備員じゃないんですよ。警察官ですよ。警察官が目の前、警察官の目の前で集団暴行に遭ってるのに、現行犯逮捕されない。これを保守系の人たちがやったら、現行犯逮捕です。これもしね、逆に警察官の前で襲われてるのが、 いわゆる左翼系の人で、周りに群がっているのが、保守系の、ね、方々だったとしたら、迷わず現行犯逮捕され、新聞に大きく載っています。ところが、現状は、はい、このように、あっち系の人は、集団暴行をね、警察官の前でもやっても、捕まらない。ね、立件すらされない。これっておかしい。おかしいですよ、これね。 異常すぎるというふうに私は思っていますけどね、皆さん。こんなことがまかり通っていいのかというのが私、いまだにね、おかしいと思います。これね、サンゴさん、被害届け最初、なかなか受け付けてくれなかったんですよ。でも、何度も何度も行って、やっと受け付けてもらったんですけど、この件についてはね、あのー、今後、あのー、本土から、 はい。有力な国会議員が来たときに、改めてね、この件についてはきちんと、えー、現状を説明した上で、あのー、再度、調査していただくっていうのがね、私はいいかなと思っております。はい。そうすれば、この二人の執行猶予、もしかすると取り消しになる可能性もありますからね。だって今、執行猶予付きの有罪判決じゃないですか。それがね、このようにまた、 えー、集団暴行したっていうことで立件されたらこれはもう完全に執行猶予取り消しプラスあのー、罪が加算されると私は思ってますけどはいそうなったらこの2人はい外で好き勝手できないですよ今回のねこの平和行進でも山城博司氏は、えー、いろいろスピーチまでやってるようなんですけどそんなこともできなくなります しかしそれをできなくなるから、あえて、サンゴさんの件をですね、スルーしてるのかとしか思えない。ね。ここで山城博士と稲葉博士を、えー、豚箱にぶち込んだら、平和運動がさらに加熱すると危惧をして、サンゴさんの捜査について知らん顔してるんであれば、これはね、法治国家としては言えないと。 いうふうにね、私は思っておりますが、いやー、しかし本当にひどい。はい。えー、この一番左、右端にいる女性は、茶炭長儀。はい。茶炭長儀のよしこさんと言われております。そして、ね、携帯をね、携帯のカメラで、被害者の顔を一生懸命撮ろうとしているのは、えー、なご市議のこみこさんではないかと言われておりますが、本当にホルスタインさん。 何らかの特権があるとしか思えない。モンドさんどうも、連発でありがとうございます。はいあ。ミッドフィールドさんどうもね、ニラちゃんありがとうございます。ぜひこの件については、あのー、有力な、はい、政治家の方に、えー、現状を説明してですね、その捜査がどうなってるのかと、そういったあの、沖縄の反基地運動家を刺激しないっていう理由で、えー、忖度してないかっていうこともね、そうです。 はい。これもね、国会でやっぱり質問すべき事案だと私は思っていますよ。ぜひ、これもね、今後、サンゴさんと連携取りながらどんどんやっていこうかなと思っております。そして、今日最後のニュース、これ。米海兵隊がドローン原則禁止。施設、周辺住民に危険。辺野古取材も規制かということで。 沖縄の新聞、大発表。本当に大発表でございますよ。はい。ドローン規制法の、えー、改正案が、えー、参議院本会議で可決、成立をしています。まあ、そのね、結果として、米海兵隊太平洋基地は20日までに本市の取材に応じ、えー、取材目的を含めた在沖、えー、海兵隊の えー、施設、区域での小型無人機、ドローンの飛行について、施設や周辺住民に危険が及ぶ恐れがあるとして、原則許可しない考えを示したということでございまして、はい、ミッドフィールドさん、まさにその通り、当たり前のことでございますよ。はい。いやー、しかしこれ本当に歯ぎしりするぐらい悔しいだろうな、というふうに私は思っております。 はい。そしてね、えー、権限のない、えー、小型無人機の米軍施設、空域、水域での飛行が近隣地域や住民、そこで働く人々の安全と安心を驚かしかねない事態を招いていると、あの米海兵隊は指摘をしていると。はい。そして、えー、事実上、取材目的の小型無人機の使用を許可しないと。はい。 もうね、あのー、まあ、国会の答弁では、あのー、一応申請をして許可することもあるかもなんて言ったんですけど、米軍はもうね、100%許可しないと。はい。取材目的の小型無人機の使用を許可しないと。もう明言しちゃったっていうことは、沖縄の米軍基地ではね、もうこれは飛ばせないということに、 ななっっちゃゃたんじゃないですかね。まあ、以前からこれも、えー、あちらこちら特に名護の,、はい名古屋のね、この辺野古の漁港のところでは、えー、この小型無人機をねもうき勝手に飛ばして基地の中を覗き見してるところをねサンゴさんに実は見られているんですよこの沖縄の新聞はねそれを注意したら逆ギレをしてねサンゴさんに食ってかかって あの本当に喧嘩みたいになったこともあります。で、サンゴさんもさすがに怒ってから、じゃあ警察を呼びますと言うと、なんかブツブツ言ってたっていうんですけど、いや、そういうね、人たちがね、あの、今度はもう、このような法律で全く使えないと、もう飛ばせないっていうことになりますと、もう米軍基地の中を覗き見できなくなって、まあ、 宗主国の方々、ね、宗主国の、まあ、あの方にご報告ができなくなってしまうんじゃないですかね。はい。えー、これも記事から、ドローンの飛行が規制される可能性が強い、米海兵隊の施設などということでございまして、いや、はや、まあ、これに赤くついているのが、米海兵隊の施設なんですけど、まあ、当然ながら、 普天間基地の周辺。それから、えー、キャンプ金・キンザー・マキ・ミナ補給基地の周辺。はい、それから、キャンプ・ハンセン、キャンプ・シュアブ、えー、キャンプ・マクトリアス。そういったところでもね、あのー、もう、飛ばせられないと。はい。まあ、米軍のね、海兵隊司令部のある、あのー、牛川のキャンプ・マクトリアスなんか、なんと、海兵隊の、 シェイブがありますからね。はい。そんなところにドローン飛ばして何をするんだっていうふうになるんですけど、はい。そこももう飛ばせられません。それと、えー、あと、カデナ基地、空軍基地ですね。そこももうダメです。あと、家島の補助飛行場もダメ。はい。それから、えー、このね、イエローになっている部分は、これは提供水域。ここも飛ばしちゃダメと。 いうことでございまして、はい、もう当然ながら、これはもう当たり前のことでございまして、それからあと、えー、自衛隊基地、はい、自衛隊基地、これに含まれていないんですけど、自衛隊基地もね、これ自衛隊も、米軍に倣ってですね、えー、報道目的のものは許可しないということでね、あのー、もう放り出した方がいいと私は思っております。 そして笑える話がございます。はい、えー。記事の後半。辺野古移設に伴う埋め立て工事現場周辺では、取材用の小型無人機が <laughs> 何らかの原因で飛行困難となる事例が発生している。一気行方不明になっております。実はね。はい。取材用の小型無人機が何らかの原因で飛行困難となる事例が 発生しているがとえ、妨害電波の発信など、対ドローン防御システムを実施しているかどうかについてはえ、運用上の保障や安全に関わるため、特定の防護対策については答えられないとして、否定はしなかったということで。はい。いやー、これね、前私言ったじゃないですか。言いましたよ。この件についてはね。 はい、あの、<laughs> 今更になって、すごい歯ぎしりをしてるのがわかるんですけど、いや、米軍、米軍はあの、何も沖縄だけじゃなくて、中東でもね、このドローンの攻撃について、かなり神経尖らせてますよ、はい、それについての対策ってのをきちんと取っております。はい、しかしかどんな対策 かっていうのは、私は一切わかりません。見たこともございません。ズケさん、<laughs> ダメですよ。ECM なんて書いたよ、ダメじゃないですか。<laughs> いや、私何も知りません。ECM なんて知りませんからね、皆さん。はい。あのー、そして米軍はね、えー、こう回答もしてます。 米国が米軍施設の運営、警護及び管理のため必要な全ての処置を取ることができたとした日米地位協定3条を掲げ、米軍施設、区域での個人の小型無人機の飛行を禁じているとしたということでございまして、今度はね、この個人っていうところをつっついてきて、じゃあ法人だったらいいのかとか、そういったことを言ってくると思いますけど、はい、そうですね。 あの、<laughs> ドローン落ちた。<laughs> なんでドローンが行方不明になったのか、えー、基地に近づくとコントロールがおかしくなるのか、それは私はわかりません。はい。あのー、先ほどズケちゃんが書いた3つのアルファベットなんて、私は見たこともないし、聞いたこともないし、はい。何にも知りませんからね。神隠しでございます。はい。新報とタイムスの神隠し。 ですね。はい。あの、多分風が吹いたんだと思いますよ。はい。私、本当にそう思ってます。はい。ECM なんて知りませんからね。はい。あの、米軍舐めたら大変ですよ。<laughs> まだまだ自衛隊で及ばないときに <laughs>、及ばないとこありますそうです。あの、多分フードコートに、下手がでっかいね、電子レンジが <laughs> あって、 時々空に向いてスイッチ入っちゃってるんじゃないんですかねというふうに私は思っておりますが、はい。えー、取材用の小型無人機が何らかの原因で飛行困難となる事例。さあ、これは一体理由は何なんですかね私は全くわかりませんが、はい。もう皆さんのご想像にお任せいたします。はい。ま一、あ、人だけ。 ズバリと言い合ってる方がいますけど、まあ、詳しい内容は、はい、言っちゃいけませんよ。あまり詳しいこと言うと、あの、その方の携帯電話、あの、はい、聞かれちゃいますんで。はい、一年間、あの、聞かれちゃいますんで、はい、あの、くれぐれもご注意していただきたいと思います。ということで、えー、今夜のボギーチャンネル、まあ、本当に新聞のね、 あの、悪質なトリミングから、え、激しりをするドローンのお話、いろいろありましたけど、なんか今日はちょっと笑ってしまいました。ということで、え、今夜の放送、これにて終了させていただきます。え、皆様、今夜もお付き合い、誠にありがとうございました。ではまた明日、よろしくお願いします。